立憲民主党、枝野幸男の秘書、自民党誹謗中傷。本日、立憲民主党の枝野さんの秘書の方が、このような発言をしてしまいました。まあ、こちら、最初に見たときは、まあ、立憲民主党、まあ、何と言えばいいんでしょうか、子供じみた言動を繰り返しておりますので、まあ、そういった自虐ネタなのかなと思いましたけども、まあ、どうやら自民党を、 誹謗中傷する意図がある模様です。まあ、この方、自民党が宿題をやらないとか、カンニングしているとか主張されておりますが、まあ、そもそもですね、自民党や政府の動き、また報道を見ておりますと、立憲民主党が自民党などが、自民党や政府が検討している案をほとんどそのままパクって出してきているような場合があり、 また、宿題動向ううと言われますと、立憲民主党は質問通告などの期限を守らず、またその質問通告の内容もひどいもので、もう何を質問したいのかわからないといった事態が、流れにわたって続いてしまっており、まあ、この立憲民主党の構成員の方の主張は完全にブーメランになってしまっておりますが、 まあこういった誹謗中傷、まあ、先日枝野さんが枝野内閣なる暴言を吐き、自民党の議員からも批判が出ておりますので、まあ、そういった批判に対して、逆ギレしているのかなと思ってしまいますけども、ぜ、ま、ひ、あ、とも立憲民主党などおかしな野党の構成員の皆様には、まずはですね、まあ、何と言えばいいんでしょうか、 あの、恥ずかしくない言動というものを心がけていただいて、このような誹謗中傷、暴言を吐いても、立憲民主党の支持率が上がるわけではございませんので、ぜ、ま、ひ、あ、とも、建設的な主張を今後は行っていただくように、お願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。